パルラーダは、ロシア帝国の装甲巡洋艦である。艦名は、ギリシャ神話に登場する、パラスのロシア5名である。1905年から1914年までの間、ロシア帝国海軍で運用された。パルラーダは、1898年より、フランスの協力のもと開発が始められた、バヤーン級装甲巡洋艦の4番艦として、計画された。 1905年4月15日にはバルト艦隊への配属が決定され、同年5月17日にはサンクトペテルブルクに新たに作られた海軍交渉で着工した。1907年10月28日には浸水し、1911年2月2日より配備に着いた。1907年10月10日までは一等巡洋艦に分類されていた。 1914年に第一次世界大戦が始まると、パルラーダもバルト海方面の作戦に参加した。パルラーダは、速力を生かして、偵察、紹介任務に就いた。1914年8月26日、パラルーダは、防護巡洋艦、ボガトイーリと共に、ドイツの小型巡洋艦マクデブルクが座礁した現場に、現れ、救助活動に当たっていた、駆逐艦。 V26 を攻撃した。そして、マクデブルクから、ドイツ軍の暗号書を入手し、同盟国であるイギリスへもたらした。8月27日には、装甲巡洋艦リューリックと共に、ドイツ船舶攻撃に出撃したが、目標を発見できなかった。10月11日、紹介任務より帰還する際、フィンランド湾港において、ドイツの潜水艦 U-26 より来撃を、 受け沈没した。乗組員すべてが関東運命を共にした。沈没地点は、北緯59度36分30秒統計22度49分0秒、北緯59.60833度統計22.81667度、59.6083322.81667と記録されている。ありがとうございます。